古城街道のルートマップ古城街道を示す、標識古城街道は、マンハイムからチェコのプラハまでを結ぶ全長千キロメートルに及ぶドイツ観光街道の一つである。1五十四年にドイツ観光局に登録された際は、マンハイムからニュルンベルクまでのネッカー渓谷沿いの約三百キロメートルの街道であったが、1九十四年にバイエルン州北部を経由して、 プラハに至るまで延長された。ネッカー渓谷は12世紀から13世紀にかけて、新生ローマ渓谷の皇帝を排出したシュタウフェン家の本拠地で、数多くの古城がひしめいている地として知られている。これらの城間の中には、現在ホテルやレストランとして営業しているものも多く、あり、こうした古城ホテルに宿泊しながら、旅をするのも人気のプランとなっている。チェコでは、 温泉保養地として名高いマリアーンスケーターズニエをはじめとするボヘミアの温泉三角地帯を通りプラハに至る。実は中世の城は古城街道がもともと設定されたネッカー渓谷に集中しており、古城街道のそれ以外の地域では16世紀のルネサンス期より後の近世に建設された比較的新しい宮殿が大半である。 そもそもバージェンストラッサの和訳として、古城街道は不正確であり正しくは、白街道であるから、ドイツやチェコの側が商業的な意図で、中世の古城という謳い文句を用いて、わざと観光客の誤解を招いているというわけではない。誤解が発生したとしてもそれはあくまで和訳した、日本側の問題である。マンハイム宮殿音楽祭に、種別ン現上を訪れた人々、 ハイデルベルク城古城ホテルの町ヒルシュホルン、エーバーバッハ城の城壁跡ネッカー川沿いに立つ、ツビンゲンベルク城ホルンベルク城、バート・ビンプフェンの青の東武道畑の丘の上にある、バイバート・ロイ城市、ノイエンシュタイン城、ランゲンブルク城、アーベンベルク城、ニュルンベルク城、グライフェンシュタイン城、バンベルクのノイエ、レジデンツ・コーブルクのフェステ・クローナハの、ローゼンベルク用サイクルム・バッハのプラスセンブルク、 ジョーロケットジョーカレルシテーンジョープラハジョー。ありがとうございます。